皆様、本日はシードルスタートアップの勉強会ですね、そして交流会第3回目というところで参加していただいてありがとうございます。勉強会に入る前にですね、少しシードルスタートアップの、概要といいますか、そういったところをまずご説明させていただいて、その後に勉強会というふうに進めていこうと思います。スライドをシェアしていただきます。皆様見えてますでしょうか。はい、見えてますか。皆さん見えてます。はい、ありがとうございます。シードルスタートアップの概要、そして、チームのですね、指針、また、立ち上げの経緯といったところを、簡潔に皆様にお伝えできればなと思います。こちらがアウトラインとなっております。まずは立ち上げの背景、そして、ニーズですね、といったところ、そしてビジョン、ミッション、私たちのチームバリュー、私たちのチームメンバー、そして、現在までのアクティビティ、活動内容というところで説明させていただきます。はい、まずは背景と立ち上げの背景といったところからですね。昨今日本の産業競争力の低下が著しくですね、その打開策として、新たな AI 事業の創出というのが求められています。一方で、シードルディープラーニングエヴァンジェリスト、このコミュニティの中での、ニーズといたしまして、3つの仮説を立てさせていただきました。1つ目は AI スタートアップを起業したいと考える有資格者の交流の場、そして、企業に関する実体験をシェアして、そこから学びを得る機会、勉強会といったような情報の交差するところであるとか、そういった場がニーズとして挙げられますと、そういったところでシードルスタートアップを立ち上げさせていただきました。そして私たちが掲げるビジョン、ミッション、ビジョンとしては大きいところなんですけれども、日本を AI リーディングカントリーにするという非常に大きなビジョンを掲げております。こちらを達成するためにですね、一歩ずつ歩んでいきましょうというところで、策定したミッションがですね、シードルから世界と戦える AI ベンチャーを創出しましょう、そして、シードルから企業発展を促すための環境の整備をしていきましょうというところで、やっていこうとに、考えております。そして私たちのチームバリュー、3つ初期メンバーでですね、策定いたしました。1つ目は企業家精神を一番にしましょうと。で、企業家精神って一体何だという話もあると思うんですけれども、私たちが考える企業家精神というのは、失敗を恐れず挑戦していきましょう。で、失敗したとしても、そこから学んで、また前に、歩んでいきましょうということですね。それを一つ目のバリューとして策定しました。そして二つ目、当事者意識を持って俊敏に置きましょう。そして三つ目、目標は高く、地に足つけて、aim high stay ground というところで、着実に持続可能な活動をしていきましょうということですね。はい、次に行かない。はい、そしてチームメンバーの紹介です。左上からですね、東京大学に在学中に AI ビジネスを立ち上げた伊坂さん、そして金融のフィールドで非常に長い経験を持たれている赤石さん、 AI マッチングサービスをの事業をお持ちの森下さん、そして大学の先生いらっしゃる有馬さん、そして営業、そしてマーケの経験が非常に長い堀井さん、そしてドイツ在住でエンジニアを現在エンジニアとして働いております私ケン、こちらの総勢6人で運営を行っております。参加者、そして支援者に有益かつ持続可能な活動を目指して運営してまいりますので、皆様よろしくお願いします。また運営メンバーですね、常に募集中ですので、気になる方いらっしゃいましたら、DM なりチャンネルサポーターにでもいいですし、私でもいいですし、DM よろしくお願いします。はい、現段階までの活動の紹介ですね。まずは交流会というところで、今年の6月初めてイベントに実施しました。そして勉強会、これ2回目となっているんですけども、勉強会としては1回目、番号としては2となっていますが、7月実施、そして第3回目といたしまして、本日ですね。また名刺交換会、こちらビジネス目的のものとなっております。こちらが8月1回実施させていただきました。また予定、今後の予定といたしましては、企業アイデアの壁打ちイベントであるとか、資金調達を
を目的とした VC 様を交えた新規 AI ビジネスのピッチイベントなどを予定しております。こちらがサティスファクションサーベイとなっております。活動の満足度評価ですね。まあ、左上からミートアップ第1回目、そして右上が勉強会、左下が名刺交換会となっていくんですけれども、まあ、どれもですね、非常に高い満足度として評価していただきまして、とても満足、エア満足というのが、まあ、ほぼほぼの値というふうになっております。これからもですね、皆様に有益かつ、まあ、持続可能なものを常に、まあ、計画しながら進めていこうと、運営していこうというふうに考えておりますので、皆様よろしくお願いします。はい、それでは簡単になんですけれども、簡単なシードルスタートアップの紹介は以上となります。勉強会に入る前にですね、ボールを伊坂さんにお渡ししたいと思います。司会進行よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ではこれから本日の勉強会と交流会の方を進めさせていただきます。タイムスケジュールとしましては、最初20分勉強会、中市様から講演をいただいた後、10分間質疑応答の時間を取ります。でそこから8時40分から9時半まで交流会を2回に分けて行います。1回あたり20分から25分くらいで、途中、1回休憩を挟んで、2回に分けて行いますので、どうぞよろしくお願いいたします。では早速勉強会の方を始めさせていただきますので、中市さんですね、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ちょっとスライドの方を共有させていただきます。はい、伊坂さん映ってますか？はい、見えてます。はい、じゃあ本日の勉強会担当させていただきます、中市と申します。今日の、テーマはですね、新規事業立ち上げ時の会計税務というところで、気づいたときに、まあ、手遅れな2つのポイントというテーマでお話を差し上げたいと思います。ちょっと今日どんな人間が喋るんだっていうところの自己紹介を簡単にさせていただきますと、私、中市祐介と申しまして、今30でございます。で、G 検定はですね、2020年シャープ1で合格で、まあ、公認会計士、税理士ですというところで、現在はですね、代々木で会計事務所を運営しています。で、もともとは会計士っていうところで、まあ、会計バックグラウンドの人間なんですけれども、以前ちょっとアビームコンサルティングというところの AI セクターのメンバーとしてですね、大手企業さんのデータ活用のプロジェクトを経験させていただいたというところもあって、まあ、ちょっと G 検定というところを勉強させていただいたりもしたというところです。で、もともとは結構上場企業さんのご支援が多かったんですけれども、今、税理士事務所というところで、まあ、中小企業さんのご支援もすることも多くなってですね、まあ、今後、こう、DX、中小企業ってどうやって進めていくのかなっていうのを、まあ、いろいろ課題を解決しながら進めていくっていうのが、まあ、今後の目標といったところになっています。あとちょっと宣伝ですけど、シードルボイスでもですね、場所を借りてお話をさせていただきました。テーマがですね、立ち上げ初期で、気をつけたい資金調達の考え方という形でお話し差し上げているので、まあ、今日のお話を聞いてですね、少しでも興味持っていただいた方は、ぜひ聞いていただければと思います。じゃあ早速中身の方入らせていただければと思います。まずゴールとアジェンダの前に、まあ、前座といったところなんですけれども、まあ、起業家の A さんと B さんという方がいらっしゃってですね、まあ、5年で A さんも B さんもなんとかこう軌道に乗せましたというところで、ある日ですね、A さんは、まあ、唐突なんですけど、クビになりましたと。で、B さんはですね、税金が払えずに会社が潰れました。なんででしょうかと。まあ、現実問題として、いろいろこの原因って、こういうことになったからにはいろいろあるんですけれども、まあ、今回はですね、そういうことになりやすい資本政策というお話と消費税というところをですね、テーマにお話しできればと思っております。本日のゴールなんですけれども、まあ、想定している視聴者さんはですね、まあ、これからこう新規をビジネスを立ち上げたいですと。ただ一方で会計税務なんて全くわからんっていう人がですね、資本政策と消費税っていうのを完全に理解した状態になれることっていうところをゴールにおいて、話させていただければと思います。
完全に理解した状態、これ某 SNS 界隈では一時期流行った言葉なんですけれども、右の図ですね、横軸がこう時間の経過、縦軸がこう理解度と自信といったときにですね、最初初めての話を聞いて、まあ、いい話だとですね、こう青い線ピーッと上がってこう完全に理解したぞみたいな、なんですけどちょっと自分で深く勉強してみると結局何も分かってないじゃんっていうところから、ちょっと分かるに向かっていくみたいな感じ、これダンニングクルーガー効果っていうらしいんですけど、まあ、今回お話しするところはですね、この完全に理解したぞっていうところをちょっと分かるのすごく前の段階まで持っていければなというふうに思っております。そんなこんななので、本日はですね、資本政策と消費税をですね、超ダイジェストでお送りさせていただきます。まあ、資本政策の部分ですが、資本って何ですかっていうところ、あとは資本で資金調達するときの注意点って何ですかっていうところが分かっていただくというところですね。で消費税の方は、まあ、事業を行う上での消費税の意味っていうところを、分かっていただくっていうところ、あと、注意点と、あとスタートアップの場合の、まあ、お得情報みたいなところを、お持ち帰りいただければと思っています。はい、では資本政策についてです。資本とは何でしょうか。ビジネスにはお金が必要です。 A さんですね、ビジネス始めよう、お金どうしようってなった時に、調達の仕方大きく3つあります。自己資本、あと銀行とかからの借り入れ、あと VC さんとかからの投資ですね。でこのうち真ん中の借り入れっていうのは、まあ、いわゆる負債と呼ばれるもの、返さなきゃいけないお金ですね。で残りの自己資本と投資してもらうもの、これを資本と呼びます。これどういうことかっていうと、会社から、投資家とか創業者からお金を集めるときに、その対価としてですね、会社の株っていうのを渡していきます。こういうふうにですね、株を渡してお金を集めるっていう方法、まあ、そのお金のことを資本っていうというふうに覚えていただければと思います。お金を集めたお題が株券という形ですね。じゃあこの株券って何なんですかというお話です。で株券、これ実はいろいろな権利を表したものなんですけれども、代表的なその権利にはですね、まあ、議決権というような会社を経営する権利というものがあります。でこの会社っていうのはどういった意思に基づいて行動していくかっていうとですね、多数決です。権利を持っている人たちの多数決で会社の行動が決まっていくというところですね。例えばこの例、右側の例だと、この会社は5株を発行していて、そのうち3株が創業者さん、2株がですね、VC とか、投資家さんが持っていたとすると、まあ、この創業者さんが半分以上、60% 持っているので、まあ、創業者の意思にとって会社を行動すると、そんなイメージであります。もしですね、皆さんが一人で会社を立ち上げると、会社の株っていうのを、まあ、全て最初は持つことになります。なので、会社に対する経営権っていうのは全て持っている状態ですね。で先ほどの例は、まあ、創業者さんとあと VC さんからも投資をしてもらって会社立ち上げたよみたいな例を考えていただければと思うんですが、まあ、最初は 60% と 40%、3株と2株で持っていましたと。で、この時にビジネスを発展させるためにですね、投資家さんからもう2000万円投資してもらいたい。その時に2株渡しましたよというとどうなりますでしょうか。全体としては会社として7株を発行していて、創業者の持ち分は3株、投資家さんの持ち分が4株という形になりまして、このパーセンテージで見ると資金調達をしたことによって創業者の経営権が減ったような形になります。これを希薄化なんて言ったりもします。やっぱりこうビジネスをやっていくでは何回もお金が必要なので、お金欲しさにこう株を発行する。負債と違って返還するお金を返す必要がないので、株ってなんか発行しやすいようなイメージを持ってしまう人がいるんですが、そういうことをこう繰り返していくうちにですね、会社に対する創業者さんの経験が弱まって、投資家の発言権がとても強くなってしまうということが起こり得ます。この絵の場合だと、もう 40%、42.9% が創業者の持ち分で、57.1% 投資家さんが持っていて、この状態では、投資家さんが会社の意思を決められるというところになります。会社法という法律がありまして、そこに、過半数、議決権の過半数で決められること、書いてあります。
赤い文字で塗ってありますけれども、役員の選任とか解任っていうのもですね、過半数で決められるものになっています。では、もしここで投資家さんと創業者が仲違いしたらどうなるかというときに、これはもう投資家さんの一存で役員を解任できるというところです。最初の A さんの例で言うと、首にできますというところですね。じゃあ、いざこう、そういうことになるっていうのが分かったので、ちょっと株を返してほしいですと、そういうことは言う、できるんでしょうかというところなんですが、実はですね、決められることの中に、この株式の譲渡の承認っていうのもですね、項目に含まれています。なので、イラスト屋さんなんですけど、株を渡しすぎちゃったので、私に言ってくださいと言っても、投資家さんはこう株主総会で決めようねってなってですね、まあ、結局私が半数持ってるんですよねっていうのが投資家さん。なので、投資家さんが株を返してあげるか、返してあげないかっていうのも決められるというような状況で、この状態を解消するっていうのはすごく大変なことというふうになっています。実際にですね、資本政策の失敗事例っていうのが、まあいろいろ調べると出てきます。例えば、企業後の新株発行による資金調達での後悔というところで、創業当初に低い株価発行を行ったため、株式が分散してしまって、経営上の意思決定により適切な行動ができなくなったと。まあ、これどういうことかっていうと、まあ、最近だと、こう、いろいろなサラリーマンみたいな方がベンチャー企業に投資できますよみたいな CM が出てきたりしています。で、低い株価で、たくさんいろいろなところに株をばらまいて資金調達をすると、会社がこう、意思決定をするときに、何か行動を起こそうとするときに、みんなを集めて株主総会をしなきゃいけないんですけれども、いろいろばらまいてしまったがために、その株主総会をするのも一苦労というようなことが起こり得る。まあ、そんな失敗もありますね、というところです。はい。他にもこう、いろいろな、今回ご説明は割愛しますけれども、いろいろな資本政策の失敗っていうのがあります。はい。でまあ、結局ですね、ビジネスにはお金が必要なんですけれども、まあ、将来どのタイミングで、どの株主からどの程度調達するかっていうのをですね、しっかり計画を持ってやることが重要ですというところが本日のメッセージです。例えば、まあ、上場を目指すのであれば、創業から大体70年から10年ぐらい目指してやっていくような、最近の、傾向なんですけれども、まあ、その7年から10年分、いつ、どのタイミングで、どの程度、こう、株主を入れていくかっていうところを考える必要があるというところでございます。はい。はい、資本政策も超ダイジェストでした。消費税の方もですね、超ダイジェストで、ご説明差し上げたいと思っています。で、会社が絡む税金っていうのは、とてもたくさん種類があります。なんで、その中でも消費税を本日取り上げたかというところなんですけれども、消費税はこう会社に関連する税金の中でも、特に事故が多くてですね、特に税理士と揉めるっていうことが多い、そんな税目になっています。なので、経営者さんもですね、まあ、税理士お任せしますっていうのも、まあ、あるんですけれども、その制度の外観、全体像っていうのをこう正しく理解した上で、まあ、ちゃんとコミュニケーションを取れる姿、まあ、これが理想的かなというふうに思っておりますので、本日はその消費税って何なんですかというところのおさらいを改めてさせていただければと思っています。まずですね、まだビジネスを立ち上げていない状態を考えると、皆様の消費税のイメージは消費者だと思っています。消費者として消費税はどのように関わってくるかというと、まあ、例えばスーパーでお魚を買いました。これが400円でしたと言ったときに、消費税 8%、32円をスーパーに払っています。なので消費税に関しては OK バッチリですというような感じのイメージだと思っているんですね。ただここでよくよく考えると、税金ってスーパーに納めるものなんでしたっけというところですね。税金は国とか地方、そういったところに納めていくものですというところです。実はこれはまだまだ全体像ではないというところですね。それではいざですね、こう事業者、ビジネスを立ち上げる事業者になると、どうなるかというところなんですが、皆さんはこのスーパーの立ち位置になってきています。先ほどの消費者をですね、お魚を買うことで32円の消費税を
スーパーに預けたという形になっています。で、皆様はスーパーなので、32円を預かったという状態です。なので、この預かった32円をお国の方にですね、納めていくというのが必要になってきます。またですね、スーパーの場合だと仕入れ先っていうのがあると思います。例えばこの魚の卸ですね。その魚の卸からお魚を300で買ってきて、そこに24円の消費税を支払ったとなると、預かった32円のうち、24円を魚卸の方にこう預けている。預け返しているようなイメージになります。なので、最終的には消費者がこう支払った32円っていうのはですね、8円をスーパーが納めて、24円を魚卸が国に納めると、こんな構図になっているんですね。預かったお金なので、ちゃんと国に納めないとですね、それは大変なこと、預かりっぱなしという感じになってしまいます。で、今のが1個のポイント。で、もう1個のポイントがですね、結局消費税って言っても、負担するのが最終的な消費者が負担する税金なので、このケースで言うと、スーパーさんとか魚卸、これが、本当に負担すべき税金っていうのは0円という形になっています。プラマイゼロですね。32円消費者から預かって、スーパーとか魚卸っていうのは負担する税金はないという状況になってます。これが消費税の基本的な仕組みです。で、ここで結構注意点があってですね、消費税っていうのは設立して2年間は基本的にこう免税ということになることが多いです。まあ、初年度でも納税になる場合はあるんですけれども、基本的には免税です。で、これ免税と課税っていうのはですね、課税っていうのは預かった消費税をちゃんと納めなきゃいけない人。免税っていうのは預かった消費税を、まあ、預かりっぱなしでいい人っていうようなイメージです。で、ここで2つのパターンをご用意しました。まずパターン1ですね。課税売上高。これはちょっと売上高をちょっと考え、消費税法での法律で引き直した概念なんですけれども、まあ、これが1000万円を超える場合、1年目で1000万円を超える場合はですね、1年目と2年目はこう免税になってきて、で3年目は課税になってきます。これなんでかっていうと、その年に課税、3年目に課税されるかどうかっていうのは、基本的に2年前の課税売上高、1000万円超えているかどうかというふうに見るんですね。なので、パターン2の場合、これ課税売上高が1000万円以下の場合なんですけれども、まあ、この場合はですね、3年目も免税になってきます。これ消費税が全く知らない人からしたらどうでしょうか。パターン1もパターン2もですね、消費税免税なんですね。なので、消費税事業者になったから全く関係ないよね、何も知らないよねって言ってもですね、何もお咎めがないわけです。それが急に3年目になると、実はこう課税で預けなきゃいけないパターンと、免税になるパターンというのが分かれてくる。特にこう課税になるパターンっていうのは、そのままこう忘れて3年、4年、5年、6年ってやってもずっと忘れてるパターンっていうのが最悪出てきます。そうすると、税務署からある日突然お尋ねが来るという感じになってきます。納税忘れがあると、税務署がですね、お尋ねをして、追徴課税という形で罰金を上乗せした、税金の支払い。っていうのが来ます。で、これもっと悪いのはですね、1年分忘れたから1年分取りに来るっていうのではないんですね。1年分忘れたのが5年ぐらい積み重なって、ようやくもしもしと、5年分税金忘れてますね。税金持ってきますよと。罰金もよろしくねと。こういう感じになっていくわけです。さっきのお魚で1年間で魚を10万匹売買したら、まあ、売上が4000万円、仕入れが3000万円というところで、まあ、この場合、預けるべきは、消費税額は1年間で80万円ぐらいなわけですね。で、5年間分忘れていったら400万円です。この時に、まあ、売上は4000万円上がっているけれども、実際はお魚を仕入れる、仕入れも3000万円かかってきますし、建物の家賃、あと人件費なんかもさっき聞くと、この400万円っていうのはとてつもなく大きな金額です。最悪、ご仕入れのお金もなくなってしまいますし、家賃も払えないとか、従業員さんのお給料も払えなくなってしまう。こういった形で資金繰りが苦しくなって、倒産のきっかけを作ってしまうと
いうこともあります。まあ、ちょっと消費税の悲しいお話をしたんですけども、 AI スタートアップというあの観点から言うと、実は有利に使うこともできます。 AI スタートアップの場合、最初しっかりとしたプロダクトがまだできていない状態を考えると、まだ右がお客さんがいない状態というところで売上0円ですね。で、その一方で、まあ、サーバー代とかはかかってくるので、まあ、その費用がかかってくる。例えば300万円かかってきたとすると、消費税は30万円ですね。この場合、支払った消費税の方が多い状態なので、実は還付が受けられます。ただ、ここで、トラップがありまして、還付が受けられるのは、消費税が課税される事業者さんだけです。先ほどお伝えした通り、最初の2年間は、免税でしたので、立ち上げ初期こういう状況が生まれても、還付は受けられません。そんな時にはですね、うちは免税いりませんとあらかじめ宣言することで、還付を受ける状態になることができます。はい、消費税のトラップはたくさんあってですね、この還付を受けたいですという申し出、消費税の免税をやめて還付を受けたいですという申し出もですね、実はこれ年度が始まるまでに届けが必要ですというところになってきます。なので、事業計画などをベースにして、来年免税になった方が有利なのか課税になった方が有利なのかというシミュレーション、これが必要になっています。例えば届け出をしない状態、1年目がこう課税売上高が1000万円以下だったら、まあ、3年後も、まあ、免税、2年後も免税なんですけれども、1年目に課税選択の届け出っていうのを出すとですね、売上高が1000万円以下であっても、これ1年目から課税になることができます。課税になるということは、還付を受ける権利ももらえるというところで、先ほどのサーバー代だけかかってますよ、売上立ってませんよという状況では、還付が受けられるというところです。消費税は、まあ、売上と利益に対す売上と費用の消費税の差分、まあ、言ってしまえばこう利益の、まあ、10% とか 8% 概算ですね、まあ、それぐらいの金額になってくるので、会社に対する影響は大きいです。なのでこういうのをうまく使うと、経営を有利にすることができるというところでございます。以上、とてもざっくりでしたが本日のまとめです。本日は資本政策と消費税、この2つを超ダイジェストでお送りいたしました。完全に理解していただけましたでしょうか。資本政策の方はですね、まとめとしてはビジネスをする上で自己資本と投資してもらったお金っていうのが資本ですよということ。あと資本で調達するっていうことは経営権を渡すことなので計画が重要ですよということでした。消費税の方は、消費税っていうのは消費者が最終的に負担するものなので、皆様がビジネスを立ち上げたら、その事業者から預かったおか、事業者は消費者から集まった、預かった消費税を、納める必要がありますというところですね。で、あと、スタートアップでは消費税の還付っていうのを受けることが検討できますよと。ただ、その事前の届け出っていうのが必要なので、事業計画を作ってしっかりと、まあ、どっちがいいのかっていうのを見定める必要がありますねというお話でした。はい、以上になります。ご清聴ありがとうございました。高さんお返しします。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、すごい分かりやすかったです。よかったです。具体例なども多くて、そうですね、皆さん予想しやすかったんじゃないかなと思います。完全に理解しましたね、これは。はい、では、早速、質疑応答の時間に行くんですけれども、まあ、そうですね、これから、まあ、10分ほど質疑応答の時間を設けているのですが、まあ、多分なかなかすぐに質問するっていうのも難しいと思うので、私から最初にちょっと質問気になったところを聞きたいなというふうに思っています。でその間にぜひ皆様で質問を考えていただいて、せっかくのもう税理士さんに直接聞ける機会なかなかないと思うので、ぜひこの貴重な機会に質問をできたらと思います。あ、はい、口頭での質問、はい、口頭での質問でも構わないですし、はい、チャットの方からでもですね、はい、質問していただいても構わないので皆様ご検討、ぜひ、はい、口頭での質問でしたら
もう直接声出しても構わないですし、なんか挙手をしていただいても結構です。で、もう早速質問が届いておりましたので、そちらを先に読み上げようかなと思います。褒めやすさんからの質問で、自己資本は株券の形になるのですかというふうに質問が来ております。こちらどうなんでしょうか。はい、これはですね、私はちょっと嘘をつきました。嘘をつきましたっていうのもですね、株券ってこういうチケット、今ちょっと問い切り替えたんです。こういうチケットがあるかどうかっていうとですね、今ほとんどないです。はい。で、株券っていうのはですね、今はもはや概念上の存在みたいな感じになってしまって、こういうの発行しないっていうのが一般的なんですね、こういうチケットは。なので、こう台帳、株主台帳みたいなので、こう管理をするだけっていう形になっています。じゃあ、この一株とか何株持ってるかって、まあ、どういうふうに計算するのっていうと、まあ、その会社の、まあ、価値に対して、株価はいくらですかというところですね。そうすると株式数が出るというところで、まあ、その株主さんの一覧とそれぞれの人が、何株持ってるかというのだけがまあ管理されているというような状況で、実際にこの株券が、まあ、10株持ってる人だったら10枚持ってるよっていう状況は今はないです。なるほど。これは自己資本っていうのは自己資本も株なんですか？あ、自己資本も株ですね。あ、なるほど。じゃ、株の形ではないけど持ってるお金っていうのは自己資本にはならないっていう認識であってますか？株はお金ではないけど、自己資本も、まあ、他人の資本も、まあ、資本です、はい。自己資本っていうのはこう会社を作るときに、自分で創業者さんが拠出したお金、これ自己資本っていうとことにすると、まあ、例えばこの場合投資家さんから一緒に出して VC さんから出してもらったお金、これも、まあ、今ちょっと他人資本って言い方しますけど、自己資本も他人資本も両方とも資本です。で、資本は、株券、株式っていう形で、表されます。ただその株式が株券っていう紙ペラで表されるかっていうと、今はそうではないというような形ですね。なるほどです。ありがとうございます。褒めやすさんの質問はこちらでご回答になりましたでしょうか。はい。他ご質問ありましたらぜひお願いします。ミュート解除して話していただいても結構です。質問よろしいですか？はい、よろしくお願いします。すごくわかりやすいご説明ありがとうございます。完全に理解できました。はい、ありがとうございます。質問なんですけど、よく巨額の投資を受けているスタートアップを目にするんですけど、そういったスタートアップっていうのは、議決権を投資してくれたところに結構渡しちゃってそれでうまく回してるんですかね、それともなんか他になんか回避する策とかがあるんですか？はい、質問ありがとうございます。まずですね、後半のその回避する策があるかないかというご回答なんですがあります。で、まず1個目の質問が、巨額の、議決権を渡しているかっていうところなんですけれども、これはですね、渡してはいるんですね。ただ渡すときに先ほど、株式の数どうやって計算するかっていうお話をちょっとだけさせていただいたんですけれども、その会社の価値と、会社の価値割るその受け取る金額っていう感じなんですよね。この時に会社の価値っていうのを交渉で高く持ってくるか低く持ってくるかによって渡す株式の数がこの数式だと変わってくるっていうところ大丈夫ですかね。はい。はい。なので、この企業価値っていうところをその VC さんとすごい相談してます。なので、あんまり渡したくないよって言った時には企業価値をかなり高いところに持ってくるように自社のビジネスとかをこうしっかり説明する。あとそこに向けてのも過去の実績があるみたいなところなんですね。
でもしそれが株価が低くついちゃうと、調達したかったお金に対してたくさん株式を渡さなきゃいけない。なので結果として、議決権をたくさん渡してしまうということが起こるんですけれども、自分たちが想定している、会社が想定しているような高い株価で、VC さんが引き受けてくれた場合には、まあ、そういったことが起こらないので低く、渡す議決権が抑えられるというようなことですね。こういうことができます。で、後半の質問で、裏技があるんですかっていうお話なんですけれども、ですね、これは実は株式っていうのはですね、こういった権利、議決権とか利益配当請求権とか、残余財産分配請求権、ちょっと専門的な言葉で、申し訳ないんですけれども、こういった権利をですね、権利の重さを株式ごとに、重み付けできますよみたいな、そういう仕組みがあったりします。例えば議決権はいらない、だけれども会社を、解散したり売却しちゃうとき、まあ、残余財産の分配とかするときには他の株式を持っている人たちの3倍ちょうだいねとか、そういう設定ができるんですね。そうすると普通の株式の価値とそういう重み付けをした株式の価値っていうのを別の値段にできる、そういう裏技が実はあったりします。はい、これはかなりテクニック的なところなので、今日詳しくは説明はしてないんですけど、まあ、そういったこともできますというところですね。まあ、なので今お話しした2つの合わせ技で自分が思った議決権で、欲しいお金を調達するっていうのが現実的にはやられています。ありがとうございます。ありがとうございます。では最後、ちょっと難しかったです。中井さん、すみません、今のところで一つ、質問なんですけれども、はい、議決権はいらないけど、他のところで妥協案というかそのプラスで欲しいというところの話なんですけど、それっていうのは税理士さんを交えて話して決めるのか、それとも、まあ、弁護士というかそういった法的代理人を用いて決めるのか、どういった形で決めるのでしょうか。それはもうほとんど弁護士入れてますね。契約書の作り込みになってきて、その、すごい分厚い契約書を作っていくようなイメージになります。うん、なので、税理士さんを入れていく感じですね。はい、弁護士入れていく感じです。税理士さん、弁護士ですね。はい、弁護士、はい。ありがとうございます。では、今、チャットの方に2件来ておりますので、こちら、ぜひ回答していただけたらと思います。資本から借入金を除いて残りの資本を誰が拠出したかで議決金が決まるということでしょうか。こちらいかがですか。資本から借入金を除いて、まあそうですね、そうとも言えます。借入にはですね、議決権っていうのはつかないので、最低、まあ、資本を出している人って集合のうち議決権を持っている人がいるっていうイメージですね。はい、でもう一個質問が来てますかね。はい、会社を作った後いつ頃から税理士さんに相談すべきでしょうか。これはまあいろいろ意見はあると思うんですけど、先ほど、まあ、言った消費税の例なんかだと、これはもう1年目からつけないと還付は受けられないです。なので、よくあるのが、会社を作ってさ、決算の税理士を探そう、で消費税の還付も受けたいです、これは無理なんですね。はい、まあ、なので消費税の還付なんか受けたいんだったら、もう会社を始めて、もうすぐに、税理士さん探した方がいいと思います。はい、まあただ現実問題として、まあこの消費税のこととか知らない人も多いですし、決算になってから探そうという人も正直多いです。はい、まあ、あとはこの、まあ、ある程度お金が、キャッシュが入ってきてからお願いしようなんていう人も多いですね。ただまあ少なくとも、法人、まあ、個人事業主ではなくて法人でやるって言ったら、まあ、少なくとも決算は税理士にお願いしないとできないので、一番遅くて決算の時ですね。なので早ければ早い方がいいです。ありがとうございます。
なるほどです。そしてじゃあ、ちょっと時間も迫っておりますので、最後に一つ、藤沢さんからの質問だけお対応いただいて、交流会に移ってもよろしいでしょうか。あ、少し長く、Q&A セッションの方、長くしてもいいのかなと思いました。結構有意義なセッションになっておりまして、はい、皆様は聞きたいこともあるかなと思いますので、ただまあ、そうですね、5分切りだと。はい。はい。では、もう少し延長して、はい、ぜひ聞きたいことありましたら、はい、この方に向いてますね。はい、お願いします。はい。ユーデミーで10日売上が上がっていて、ユーデミーってあれですよ、動画のあれですよね、勉強できるやつですよね。あ、すみません、藤沢です、はい。はい、そうですね、それで今、動画売上があって、いろいろその税金のものも全部米国やらなきゃいけなくて、やるはやったんですけども、書いてあることは難しくて結構、なんとは源泉徴収はできたんですが、その消費税の扱いっていうのはちょっとわからないなと、先ほども聞いてて。まあ、なんで、ユーデミーというよりは、何かしらのプラットフォームで売り上げが上がったときに、消費者から受け取るのはプラットフォーマーなんですけど、売り上げとしてはその法人が受け取った場合、その消費税の流れっていうのはどうなってるんだろうというのは、まあ、それ言いたいことはそこは、皆さんに還元できるっていうのは。本当に、多分藤沢さんのやつに真正面からご相談、回答するとなると、本当にこれ、契約書とか見て個別相談の案件な気もするんですけど、消費税のまず概念的なことで言うと、まあ、税金全般ですかね。これ国によって法律違います。日本は日本の法律に基づいて税金が課される。アメリカはアメリカの法律に基づいて税金が課される。で、今話に上がっている消費税に関して言うと、消費税の対象になる取引っていうのが決まっていて、それが国内で消費されたものと、ね、いうことなんです。一応国内っぽいんですね。さっきもう一つ下にリンク送ったんですけど、なんかその VAT GST って処理になるらしいんですけども、はいはい、なんかそこを読んでもよくわからなくて、一応何回も読んだんですが、一応 GST ってのはサービス税ってことらしくて、向こうでいう消費税らしくて、そうですね、結構専門的な話になってるんですけど、消費税ができるとき何参考にしたかっていうと、欧米の VAT、これ VAT って呼んだりするんですけど、これ参考にしましたっていう話。まあ、裏を返すと、この VAT、VAT っていうのは、海外の消費税みたいな、こういう見方、ね。そうです。その場合は日本で消費が行われて、場合はプラットフォーマーに消費税が行って どうなるんですかね。そのこっちの売り上げとしての消費税と見なされるのか、でもその場合プラットフォーマーからこっちは売り上げ上げてると見るんですかね。ちょっとプラットフォーマーと、藤沢さんの関係はユーデミーだと、はい、ちょっとどうなってるのかなんですが、少なくとも源泉徴収の方は私の方が法人として売り上げが立ってるっていう風になるということで手続きが出ました感じです。藤沢さんが売り上げが立っている。そうですね、ユーデミーで動画が売れると、その売り上げは。動画を仕入れてるっていうような感じですかね。そこが多分手数料払ってるという感じですかね。手数料が抜かれたのがこっちに来てるという感じですね。で、めちゃめちゃ。手数料の売り上げがこっちに来るので、法人の売り上げとして会計上は来るというデミーの書いてあります。めちゃめちゃ個別相談。いや、ほっといてください。すいませんでした。これで言うと、多分、はい、まあ、ちょっと私の今のイメージ、はい、契約書とか全部読んでないイメージなんですけど、この仕入れ先の部分が多分藤沢さんで動画作ってますようなんですよね。そうですね、はい。うん、で、このスーパーが、ユーデミーの会社。で、その先にユーデミーの動画を買う消費者がいる。そうです。はい。っていう状況ですね。そうですね、うん。で、この消費者っていうのが、ユーデミーって私、日本でも見れると思ってて。そうです。見れますね。うん。で、海外の消費者と国内の消費者がいる。いますね。うん。で、今分かるのは、多分そこの誰が消費するかっていうのをどこで判断しているかっていうのは、きっと契約の中に書かれてるのかなと思ってて。あ、うん、ちょっとそれ次第かなっていうのがちょっと正直なところですね。そうと、例えば日本の売り上げがあっ
った場合っていうのは、はい、おそらく今の話だと商品をなんかそのスーパーに置かせてもらって売れたら売れた分をスーパーに多分手数料払うっていう感じになるんでしょうね。多分スーパーとしては仕入れてるわけではない。売り切れでユーデミ売ってるわけじゃない。藤沢さんは、ユーデミに動画を売ってるんですか？いや、ユーデミに置いてもらってるって感じ。置いてもらっている。はい、売ってはないですね。著作権もこっちにありますし。売ってもらってるのではない。うん、まあ、商品を置いてもらってるっていうんでしょうか。商品を置いてもらって、その手数料をユーデミにお支払いしてるっていう、はい、そうですね。契約上はそういうふうになってるんですね。そうすると、まあ、お金の動きとしては、じゃあ、藤沢さんが真ん中のスーパーで、仕入れ先の魚卸の方がユーデミっていう感じですかね。なので、まあ、物は特に動いてないけど、手数料っていう形で、支払いをユーデミにしている。そうですね。委託販売、うん、分からないです。委託販売な気もしますし。そうですね。これちょっと個人案件、これ、はい、これがちょっとやり案件になってしまうかなと思うので。はい。で、はい。今までですね、いろいろ頑張って答えてくださる中市さん、すみません。ありがとうございます。他にですね、はい。ありがとうございます。そして藤沢さんもご質問ありがとうございました。他にですね、まあ、何か一般的なご質問といいますか、あと皆さんの分かりやすいようなご質問などある方いらっしゃいますか？それから、シードルスタートアップチャンネルサポーターの方から、まだできていなかったかなと思いまして。はい、明石ですが、よろしいですか？はい、明石さん、よろしくお願いします。すみません、ね、中市さん、ありがとうございます。非常に分かりやすい説明。はい、ちょっとお伺いしたいのは、ちょっとその会社の形態というか、その最初に事業を起こすときに、個人事業として起こして、ある程度売り上げ立ってきたら、会社形態にしたいなって、税務上、どっちが、まあ、特化って、多分金額で決まってくるんでしょうけど、その辺はどう判断したらいいのかっていう点が1点と、それから会社形態にするときに、まあ、よく合同会社を作られる方もいるんですけど、多分いろいろ制約があるのかなと。だから会社形態を考えるときに合同会社がいいのか株式会社がいいのか、その辺のなんか分かりやすいご説明とかいただけたらありがたいんですけど、どうでしょうか。あ、分かりました。ありがとうございます。まず、合同会社と株式会社の話、これよくある話ですね。よくご質問いただきます。で、今日させていただいたこの資本政策の話は株式会社を前提としています。で、合同会社っていうのは成り立ちとしては、株式会社っていうのがちょっと仕組みとしてちょっと複雑だよね、ここまでビジネスをする上では必要ないよねっていう人たちが、そういうのを使って、作ることを認められた会社形態という感じになっています。で、設立費用とかが特に安いっていうのが、まあ、合同会社の特徴ですね。ただその税金面とかは、株式会社と合同会社で優劣はないです。なるほど。で、あと合同会社ってこの株式っていう形を取らないので、お金をこう株式を渡してお金を集めるとか、株式を売っていくみたいなことがすごくやりにくいというところになってきます。なので、こう株を使ってお金を調達したいとか、まあ、将来的に成長したらバイアウトしていきたいみたいなことを考えていらっしゃる方は、合同会社っていうのはやめた方がいいです。で、あと合同会社の割と書いてないんですけど、意外と大きなデメリットっていうのが、こう銀行さんとか、まあ、誰かとコミュニケーションを取るときに、合同会社、丸々合同会社っていうのは、ちょっと合同会社って何ですかっていう説明コストが入ってくるようなちょっと面倒くささがあります。意外と知らない人が多いですね。なるほど。そういったところで、基本的に、よっぽど節約したいですっていう思いがある人以外は株式会社をおすすめしています。はい、はい。前段が、はい、そうですね、個人事業主とその会社を形態にするかっていう、その辺はどうでしょうか。すみません。個人事業主と、法人にするかというところで言うと、はい、これはまあ一般的には、
まあ、1000万超えたら法人作ると有利ですよとか、まあ、言うんですが、結局その法人を作って何がしたいんですかっていう、その法人設立の目的の方が私は大事かなっていうのは思っています。あの金銭的なこの有利不利っていうのはもちろんあるんですけれども、例えばこう社会保険の加入義務とか出てきたり、あとちょっとあのさっきお話しした個人だと決算って、まあ、ある程度自分でやることもできるんですけど、法人だと、税理士にお願いしないと難しかったり、そういったもろもろの手間っていうのがかかってくるので、お金の話だけで、これ考えるっていうのはあまりお勧めはしていないです。結局法人を作ってどうしたいんですかっていうところですね。例えばあのよく会計士なんかだとよくあるのが、大きな会社だと個人事業主とは取引しませんっていう会社さんがよくあります。そういう時は、会社を1個、まあ、自分で作ったり、あとはそういう会社さんを1個挟んで取引をする、まあ、これ取引目的とかで、まあ、作られる方も結構いらっしゃいますね。ご回答になってますでしょうか。ありがとうございました。非常に分かりやすかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。今、堀井さんがですね、手を挙げていらっしゃるので、チャンネルサポーターの堀井さんですね。堀井さん、ご質問ありますでしょうか。ありがとうございます。あの新株を増やすと当然経営者持ち株率がまあ下がるっていう、まあ多分トレードオフだと思うんですけど、その時にこう複数のこの VC から調達するっていうのがリスクヘッジになるのか、それとも逆にそこは逆にこう経営のハンドリングを取られるリスクなのか、その辺のことも教えていただければと思ってるんですけども。それはですね、複数入った VC がお互いにどういう関係かにもちょっとよりますね。まあ、かなりこう似たような考え方を持っている。で、まあ、一番最悪なパターンが、まあ A 株主 B 株主っていう VC が2つとも入っちゃう、2ついて、で両方とも自分に対して結構敵対的な態度を取るトリガーがなんかあるっていうパターンだと、両方ともこう議決権で反対してしまうので、まあ、そこはちょっと何でしょう、会社運営取られやすいって言うと変ですけど、持ってかれやすいかなとは思うんですけど、まあ反対に多分リスクヘッジっておっしゃってたのはこの裏返しの意味かなと思ってて、可能性として AVC と A っていう VC と B っていう VC がバラバラなこう意思決定、反対の意思決定をする確率を高めるっていう意味で言うと、まあ複数の株主に持ってもらうっていうのはありかなとは思います。ただやっぱりこう株主が増えれば増えるほど、さっきこうサラリーマン株主にいろいろばらまいちゃったなんていう事例もちょっとお話ししましたけど、それと似たように、意思決定がしにくくなる、ちょっとこう株主総会とか開くのちょっと面倒くさくなるっていうデメリットはトレードオフで出てくるかなと思います。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。次の質問が、まあ、最後ないしは、まあ、ラスト2ぐらいかなと思いますので、チャンネルサポーターの有馬さんがですね、はい、手を挙げていらっしゃいますので、有馬さんよろしくお願いします。中橋さん、ありがとうございました。ありがとうございました。完全理解したかったんですけど、すみません。ちょっと一つ、消費税制の活用、スタートアップの場合というところのスライドをちょっと一つ質問させてください。これ売上が上がらないという、まあ、予想した中でも消費税払いますよって最初年度の初めに宣言しておくと、買ったものに対して30万円の消費税がついているのが還付されるということですよね。そうです。これ非常になんかお得な感じがするんですけど、これってスタートアップから2年ぐらいまでなんですか、何年ぐらいまでこれ利用できるんですかね。あ、これは、スタートアップっていう呼び方をするかっていうのも関係ないですし、何年間っていうのも特に関係ないです。状況としては売上を上げたときに預かった消費税よりも、支払ったお金に対する消費税の方が大きいですよ、この状況さえ生まれていれば還付が受けられます。じゃあ、あまり売上が上がらない場合にはこれ利用したらいいですね。あ、売上が、上がる場合には利用したがらないですね。そうですね、売上が上がらないという予測が立っていると、その年に何か買った時の消費税分が戻ってくるというイメージですよね。そうです、そうです。
じゃあ最初に宣言しておくと、なんかお得感が生まれそうな気がするんですけど、その理解でいいですか？そうです、おっしゃる通りです。ああ、これはありがとうございます。で、この宣言するタイミングっていうのが、年度が始まる前ですよという意地悪な制度ですというところですね。はい、勉強になりました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。最後にちょっと私からですね、質問といいますか、お願いなんですけれども、まあ、こういったその会社の、まあ、会計税務、そして会社法といったところですね、の基礎知識をつけたい方って結構いると思うんですよね。で、書籍でつけたい方って、いると思うんですよね。なので、もし中石さんの方からですね、何かこの書籍すごいおすすめですよ、みたいなものがありましたら、シードルスタートアップのチャンネルの方にですね、まあ、情報など、ポストしていただければ、非常にありがたいです。承知しました。はい、よろしくお願いします。はい。はい、それでは、伊坂さんに、はい、近い質問よろしくお願いします。ちょっと非常に長い、Q&A セッションになってしまいました。中石さん、本当にありがとうございます。嬉しいです。もう2倍、2倍以上の、はい、いろいろ答えてくださって、ただ、もうものすごく有益な、もう情報で、非常に有意義な時間でしたので、本当にありがとうございました。じゃあ、ありがとうございます。